はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の N 進法2をお送りします。で、前回ね、2進法と10進法やりましたが、今回ね、3進法とか5進法が入った問題を4問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと分かんないのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回は2進法と10進法があった時に、2進法から10進法にする方法、10進法から2進法にする方法ってのを両方やったんですけど、基本的にはそれと変わらないです。やり方としてはちょっとプラスすることもあるけど、今回はで、1番はまず98、10進法ですね、これを3進法にしたいと。で、これはですね、その前回2進法に直した時と同じで3で割っていきます。2進法に直したいんだったら2で割っていくんですけど、この98を3で割っていくと。こんな感じね。で、割ると、小が32で、ちゃんと余りも書きます。これが余りが2ですね。で、次。3で割ると、10で余りが2、3で割ると小が3、余りが1で、3で割ると小が1で余りが0。前回もね、言ったように、ここの余りを忘れないように気をつけてください。で、こういう風にできたので、あとはね、下からこういう順番で書けば OK と。だから98イコール10122ですね。10122で、一応、3進法なんで3と、これで終了でございます。直し方は基本的に同じですね。で、次が2番、1234は1234、12345進法のこうなってるものを10進法に直します。で、これも前回やった2進法から10進法に直すときと同じです。考え方はね。で、どう考えるかっていうと、今5進法なので5の0乗、5の1乗で使っていきます。で、一番右ね、ここを5の0乗からすると、1乗2乗3乗と、この組み合わせで縦でかけて全部足します。で、縦でかけると、なので5の3乗は125かける1だから、125プラス5を25、2をかけると50、51が5、あ、ごめん、5をかける3だから5315で、0乗は1なんでかけると4で、これを全部足すと194か、これで終了でございます。で、次が3番ですね。 0.32 を5進法で表そうと。で、前回小数ね、意図的に取り上げなかったんですが、こういうふうに小数も出てくることがあります。で、小数はちょっと注意が必要で、5進法に直そうと、表そうと言われたら、おっしゃ割っていこうぜみたいな感じがするんですけど、小数点より下の部分っていうのは割るんではなくてかけてください。だから今回 0.32 を直したかったら5でかけていくんです。つまりちょっとね、縦になるからこっち行こうか。3番 0.32 かける5をしていきます。で、まずこれ普通に計算しちゃってください。これやると160だな、あ、違う、 1.60 か、こうなる。まあ、ここは消しちゃっていいですね。で、ちょっと分かりにくいんですけど、あのね、どうしようかな。一応本当は繋げて書いちゃっていいんだよ。慣れて。書いちゃっていいんですけど、ここの部分まず使います。ちょっと色変えようか。あのね、この1っていう、この部分がこれと同じ役割します。後で使う数字。で、次5をかけていくんですけど、これをいきなりかけるんではなくって、その1の部分を取った 0.6 に5をかけてください。青の部分を取り除いてね。取り除くと。で、6、5。30、3.0 だね。こうなると。で、ここを使う。3を使います。で、3を取ると0になってしまうので、これで終了です。次、5をかけられないんでね。で、気をつけなきゃいけないのが、
これとこれとここも使います。最初の 0.3 の0で、これを縦で書くんです。今度さっきは下からさ10122ってこう書いたんですけど、こっちは上から013で、最初小数点が入るんで 0.13 になります。つまり 0.32、 これを五進法で表すと、こっちがここか、0.13、 これで正解となります。ちょっとやり方が変わるんでね、若干めんどくさいんですけど、こんな感じでやってください。で、最後も小数ですね。二進法で、まあ、こう101点って言い方が欲しいから 101.011、まあ、こう表されたと。で、これを十進法に直したいんです。で、直し方は基本的にこれと同じです。掛け算するわ、指数をね、かけていけばいいんですけど、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、その小数点以下の話で、と011か、こうですよね。で、今まではこういう風に整数、小数点以下がなかったんですよ。で、その時は今二進法なんで、2の0乗、2の1乗、2の2乗でかけますよね。じゃあ右側どうするかっていうと、小数点以下は2のマイナス1乗、2のマイナス2乗、2のマイナス3乗とかけてってください。で、全部縦でかけて足すだけです。あと、それは同じなの。だから、かけていくと、ここ2にが4だから、4プラス、ここないね。で、1だね。1、足す、ない。で、2のマイナス2乗っていうのは、2の2乗分の1と同じことです。これね、同じこと。だから4分の1ね。で、足すと4分の1。で、こっちは8分の1だね。で、こうなる。だから、まあ、整数部分5ですね。プラス、8分の2って通分すれば8分の3となります。で、8分の3はもう筆算するしかないですね。3割る8をやってもらって、0.7だね。8756で40だから 0.375 だと。だからさっきの5を足してあげれば 5.375 と。これで終了でございます。まあ、若干小数が出てきたりするとね、やり方変わるんでめんどくさいこともあるんですけど、逆を言うと覚えてしまえばこの辺は解けますので、まあ、ぜひこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数 A の N 進法2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回3が、二進法とかの計算ですね。足し算とか引き算、掛け算割り算もできるんですけど、その辺をやっていきますので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。